おはようございます。おはようございます。いやベストコンディションですね。そうですね、もうこれで持てないゴールドはないと思いますね。頑張りましょうね。寒いよ。はい、どうも、ヤマトです。今日は岡山に来ております。風が強いです。寒いだけど、こっちは曇っております。今日はまた、あの屋根岩五峰の方にね、来ております。マナという30Aがありまして、今日はね、そちらをやりたいと思います。あ、そういえば、あのチャンネル名が変わりました。気づいた方いる。登る巨人になりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。登る巨人ってね、何かっていうとね、あの僕がねやってたブログのタイトルなんですけど、まあ、まだ今もあるけど、興味がある人は検索してみてください。僕の外岩サクセスストーリーがダラダラと載ってますんで、暇つぶしと、はい、とこともよろしくお願いします。山梨クライマーズと一緒に来ております。ちょっとムーブを作りに来たんで、まあ寒くてもいいかなって感じですね。今日はワーキングデーです。はい、今日ムーブを作って、もうちょっとコンディションがいい、ちょっとあったかい日にね、ちょっとあったかくて曇りの日がいいかな。日が当たらない日ができればいいんですけど、そういう日につなげられるように今日ムーブを作りたいなと思っております。はい。いや、寒い。なんか、あの、登ってると、岩の冷たさにね、体温を奪われて、どんどん指の感覚がなくなりました。さっき、アップで登ったら、ビンビンに冷たくなって、生きてることを違うかもしれません。はい、ということでね、あの、まずやってみたいと思います。はい、力まない程度軽く手を握って、腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。
深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。本日土曜日でございます。なんか同じ動きしかしてないよ。なんかさ、間違えたよね、絶対。なんか同じ動きした気がする。なんか、大体でもなんかこんな感じ。こういうやつなんか2回やってた。あったまったすごいラジオ体操。ポカポカ。さすが。やったほうがいいよ。
て行くよ、読みなかったあんだけヒールレベルでやったのに、そっちにムーブを起こす余裕がなかったあぶねえ。お疲れさ、お疲れさでした。イエーイ素晴らしいチームワークでしたチームレッドポイント素晴らしい一日をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰るまで遠足だよ誰かさ、ふわふわふわ絞りすぎてめっちゃ硬いってめっちゃうめえ